下関市立図書館。下関市立図書館は、下関市立の公共図書館の総称。下の写真は、下関市立中央図書館。2005年2月13日に合併した旧、下関市の図書館3館と移動図書館、旧菊川町、旧豊田町、旧豊,町旧豊浦町、旧豊北町各四町の図書館、室を総合して、下関市立図書館と称し、 六館一室と移動図書館がある。山口県立山口図書館で借りた資料を最寄りの公共図書館で返却できる山口県立山口図書館遠隔地利用者返却システムが利用でき2014年7月1日より開始された E ネット貸し出し県立図書館の量をインターネット上で予約して各市町立図書館で受け取るサービス。 県立図書館利用カードが必要が利用できる。私立図書館であり、原則として下関市民の利用に限定されるが、下関市と福岡県北九州市との私立施設の相互利用協定に基づき、北九州市民でも利用ができる。ただし、利用登録ができるのみであり、北九州市立図書館の資料を貸し出し、返却することはできない、優勝による、 相互対策は利用可能。これは北九州市立図書館においても同様である。利用には登録証、図書館カード、または住民基本台帳カード、2012年7月9日以前に発行されたものに限るのいずれかが必要であり、どの図書館でも使用できる。また、インターネット上で全館の資料の検索、予約ができる。 下関市立図書館の中枢図書館であり、下関駅にほど近い細江町に位置する。2010年3月20日にオープンした複合教育施設、下関市障害学習プラザドリームシップ内に開館し、それ以前は、下関市役所北方の上田中町に、下関図書館の名称で存在した。現在、旧図書館は、下関市役所上田中町庁舎となっている。 ドリームシップの4階から6階までが中央図書館であり、4階は自動図書や雑誌、新聞のコーナー、視聴覚資料、ヤングアダルトサービスコーナー、5階は一般図書や郷土資料、参考図書、レファレンスコーナー、無料のデータベース閲覧コーナーがあり、6階は全自動式の閉鎖書庫である。施設内には自動サービスを行うお話の部屋や、 目の不自由な利用者のための対面朗読室や録音図書作成のための録音室などを設けている。生涯学習プラザ1階ロビーには日本発と言われる予約ロッカーがあり、インターネットなどで予約した資料をカウンターではなくこのロッカーを利用して貸し出しすることができ、図書館の開館時間外でも受け取ることができる。また予約ロッカーと同じく日本発の 機械印字による読書通帳を発行している。自身が借りた資料の記録が、金融機関の通帳の基調と同じ感覚で、読書通帳機を用いて記録することができ、目に見える利用記録として利用者の読書意欲を引き出そうとするものである。調布地区に位置する1909年、明治42年に、 私立豊浦郡教育普設豊浦図書館として、イミグル神社の境内に開館。その後、調布町に移管され、調布図書館と改称し、1937年、昭和12年に、下関市と調布町が合併して、下関市立図書館と改称。普設施設として、下関市文書館があり、調布毛利藩関係の古文書をはじめ、野木文庫、 熊谷家文書などを保管し、貴重な歴史資料がある。なお、神社境内に立地しているため、駐車場は設けられていない。彦島地区に位置する、1916年、大正5年に、大正天皇の即位を記念して、彦島小学校、現在の下関市立本村小学校内に、彦島村立図書館として開館。1933年、昭和8年に、 彦島町、彦島村が調整志向が下関市に合併しことにより、1952年、昭和27年、下関市立彦島公民館が開設された時に、隣接地に下関図書館彦島シ文室として新たに開館。その後、彦島図書館として現在地に開館した。中央図書館内に事務室を置く移動図書館。 1971年、昭和46年11月に、当時の下関市、豊浦郡4町エリアとして発足。その後、旧下関市内のみを活動エリアとし、2001年、平成13年10月に、ブックル号の愛称で、運行開始。月2回市内各地のステーションを巡回するコースで、運行されている。旧、菊川町立菊川図書館であり、 菊川町、下岡井田に位置する。1951年、昭和26年12月5日に、岡井田公民館の一室に開館した、山口県立図書館と洋浦文館をもととし、1953年、昭和28年9月7日に文館が移転。その後の1957年、昭和32年4月1日に文館が閉館し、 菊川町に関され菊川町立菊川図書館が発足。1969年昭和44年5月17日に下岡枝に設立された菊川町公民館内に移転。1973年昭和48年に現在地に移転した。旧、豊浦町立豊浦図書館であり、豊浦町川田名に位置する。1990年 平成2年に、豊浦町立豊浦図書館として、河田な公民館内に開館。2000年、平成12年10月に、豊浦町商工会館の建物を引き継いで移転。2014年、平成26年12月20日に、改装された、豊浦総合支所2階に移転した。一転を機に新たに、市長各資料、CD を所蔵している。9 豊田町立図書館であり、豊田町、八田、西市に位置する。豊田町文化財資料館を併設する。市長各資料を有し、ビデオや DVD、CD の市長、貸し出しができる。旧、豊北町立豊北図書室であり、豊北町打け部に位置する。1983年、昭和58年、豊北町神田コットに開設した、豊北町町民センター。 方北障害学習センター内に、方北,北図書館を設置。その後、2006年、平成18年4月に、方北,北第一中学校、方北,北第二中学校、方北,北第三中学校、各島中学校が統合されて開校した、下関市立方北,北中学校内に移転。公共図書館だけでなく、学校図書館としての役割も持つ。中央図書館は、 合人社計画研究所を代表とする特別目的会社のドリームシップが2010年、平成22年の開館時から図書館を含む下関市障害学習プラザ全体の指定管理者として運営していた。図書館のコンサルティングはリブネットが運営は合人社計画研究所が担当した。ドリームシップのもとで開館時間の延長、開館日数の増加、利用者、 貸し出し数の増加などの効果があったもの、下関市当局は人件費が抑制されることを問題視し、2015年、平成27年3月の契約期間満了をもって図書館を市の直営に戻すことにした。市長の中尾智明は市直営に戻す理由を図書館についてはビジネスになじまない。お金に換算できないところに価値があると語った。このか。 レファレンスサービス担当者がカフェの運営に借り出される職員の入れ替わりが激しく郷土市資料の知識が継承されずレファレンスへの対応が遅い本を返した返していないで市民と図書館員が争いになるといった問題も重なったと長州新聞が報じている現場では2014年平成26年11月にベテランの司書4人が一斉に抗議辞職することに発展した 徴収新聞は、貸出冊数が、指定管理者制度導入前の2009年、平成21年度の29万4424冊から2013年、平成25年度の95万7425冊に、跳ね上がったからくりとして、以下の4点を指摘した。こうした事態を招いた背景として、指定管理量が、貸出冊数の増減によって変動する契約に、 なっていたためであり、唯一の小銭稼ぎができるポイントが貸し出し数の増加であった。指定管理者運営時代の5年で失われたものは大きいとされ、肝心の指定管理者制度導入による経費削減効果についても、指定管理料と市直への予算の差が図書館を含む下関市障害学習プラザ全体で5400万円であったことから、 実際には直営の方が安く済んだことが判明している。指定管理者制度導入後、直営に戻した事例は、下関市立中央図書館で一巻目であり、自治体の出資がない純粋な民間企業が指定管理者となった事例としては、日本初である。なお、経大学の桑原義也は、日本全国の図書館への指定管理者制度導入について、従来の図書館活動にとどまらない。 新たな姿を実現する可能性と図書館の持つ文化共用の意義を損なう危険性があると述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。